カナロポ星人、あ、見張ってるって意味なんですか。カナロポ星人が病害虫っていう意味じゃないですか。世でも見張ってるっていう、そういう意味なんですね、これは。はい、病害虫じゃございませんでした、カナロポ星人さんは。さっきも言いましたけども、ウリキンウワバっていうガの、幼虫がですね、くっついたり、します。で、まあ、ウリキンウワバは昼間探せばいるのが分かるんですけども、いわゆるヨトウムシ、夜盗む虫と書くんですけども、ヨトウムシっていう虫、これもガの幼虫なんです。ヨトウガっていうのの幼虫なんですけども、これ昼間はですね、土の中に潜ってて分かんないんですよ。で、夜になると出てきてむしゃむしゃ葉っぱを食べてしまう。で、夜のうちになんか丸坊主になったりするんで、結構その時間をずらしてね、こう、まあ、夜とか見てやることっていうのも大事。ナメクジなんかも夜やっぱりよく出てくるんで、そういう夜行性の虫とかもいるんだなってことを頭に入れておくと、防除がしやすい。手でつまむのが一番安心は安心です。はい、これ、まあ、ひょうたん実になってきて吊り下げてる状態ですね。これ金太郎さんのお写真ですけども、私たちもやってみて初めてやったんで分かったんですけど、ひょうたんはやっぱりこう棚で作った方がいいですね。なんですかね、こうネットを張るじゃないですか、こう斜めに。そうするとどうしてもね、擦れるんですよ、どっかに。それで傷がついちゃう。なんでやっぱり、であと重い、ネット切れました、私たち台風で。パッションフルーツとひょうたんとやってたんですけれども、両方ともこう茂って、で、あれだとパッションフルーツの方が切れたのかな、はい、ひょうたんの方もところどころ切れてたよね。で、重くなって、特に雨が降るとすごい3倍ぐらいに多分重さがなるんですね。で、ボチンってネットが切れて、もう大変なことになったんで、後処理が大変だったんで、ガチリしたこういう、本当は棚がやっぱりいいのかなっていうのは、もう初めて京都やって、大病棟やって、つくづく思いました。やっぱ棚がいいなと。ね。千成病棟とかは、観点でもいいかもしれないですけども、はい、大きい病棟棚がね、やっぱり棚ですね。棚ですね。だから、私どもの会社のやつは、一つとして、傷のないのはなかったです。どっかに傷があるという形でしたね。まあ、収穫の目安って、これもよくわかりますね、ちょっと。特殊な収穫の目安。こちら、まゆまささんの投稿ですけれども、雌花の赤ちゃんが、できましたっていう投稿だと思うんですけれども、まあ、これから大きくなっていくっていうところで、これはまだまだ収穫には早いかなという状況ですね。で、みのるさんのこちらの写真、大きいものもあるけど小さいものもたくさんありますっていうようなお話だったと思うんですけれども、天下一は大きい成長が著しいひょうたんに、養分が集中して、小さいものはそれが大きいものが成熟しきるまで大きくならないっていう性質があるらしく、大きいものと小さいものと、分かれるっていう、そういう性質があるようです。こちら、実が、うまく成熟しなかった、大きくならなかったという、お金モモネードさんのお写真ですけれども、先ほど言ったら言っているウリキンウワバに、食われてしまったりとか、うまく受精が、できなかったというのは、こういう残念な姿に。で、収穫の目安というところなんですけれども、皆さんいろいろ目安って分かりにくかったと思うんですが、ちょっとここで収穫の目安、どういうものを取ったらいいのかというところなんですけれども、まずコンコンって叩いてみて、金属板が入ってるような硬い感じのするような音になった時、それから果実が白っぽくなったとき、それから持ってみて、軽くなったなと感じるとき、これらが収穫の目安になります。
結構見てたんですけれども、まあ何回も言います、僕らも初めてひょうたんっていうのを作ってよく分からなかったんですけれども、かなり色は白っぽくなりますね。ずっと見てたら、相当色が白っぽくなって、まあ緑色してたのが本当に灰白色になったら鳥頃かなと。それとやっぱり今田辺がちょっと話しましたけれども、毎日ねこうやってこう重さをこう手で持ってやると、白っぽくなると重さ明らかに軽くなりますね。水気がなくなるのかなと思うんですけれども、まあよく観察してもらって、白っぽくなるだとか、叩いコンコンとやってみるだとか、っていう、まあ、観察が大事かなっていうふうに思いました。ちょうど収穫の時に大きな台風が来てたんで、皆さんも同じだったかもしれないんですけれども、台風が来るからといってちょっと早めに私たちが収穫したんですね。なのでもう少し本当は取っておきたかったかなというのもありましたけど、まあそれはガラスが割れると大変なので諦めました。種出しの作業です。こちらは上からこうやってるところですね。ドリルで穴開けてこうやってじゃないドリルで穴開けて結構これ力がいりましたね。私やってないですけど。で、ひょうたんの種出しの作業になります。とひょうたんごっこを使うと匂いがあまりないのでおすすめですよというふうに投稿したんですけれども、で私たちも実際にひょうたんごっこを使ったんですが、結構臭かったです。ひょうたんごっこ使われた方すいません。私たちはですね、全部で10個ぐらい取れたのかな、はい、何回もやったんで、広い場所で10個ぐらい一応取れたんですけど、そこそこの大きさのやつが、取れたんです。で、スタジオ、写真撮り用のスタジオが私たちの部屋の横にありまして、そのスタジオに昔現像ができる暗室がついてたんですね。で、写真の現像っていうのは水を多量に使うんで、そこにこうシンクがあったんです。で、栓もできるシンクがあって、そこ今使ってないんで、そこに水入れたりして、ひょうたんごっこも使いながらやったんですけども、その横キッチンになってるんですね。もう非難合合ですね。臭い非常に嫌だったんです。私はその時にはそこに近寄らなかったんですね。うちの粟野と田辺が大体その臭いひょうたんの大宮という形で、朝来るとすごいんですよ。会社に来ると私大体一番早く入るんですけれども、会社にとにかく臭い。朝来るともうそのまま帰りたくなりますよね。ガチャって開けるとひょうたんの上でもう締めたいみたいな、そんなぐらい臭かったです。あんまりだから確かに多分中はきれいに取れるでしょうけれども、匂いに関してはやっぱりお外でやった方がいいかなっていう感じはしました。湘南ボーイさんの、種出し乾燥の部分ですね。こうやって逆さにすると、水分が抜けやすくてよろしいかと思います。こちらは湘南ボーイさんが旭区の小学校で、色付けのひょうたんの色付けの授業をされたという神奈川新聞さんの記事。なんかね、小学校で作ってたひょうたんがうまくできなくて、子供たちかわいそうだなっていうことで、湘南ボーイさん中心に、ひょうたんの会の方が訪ねて、ひょうたんも持ってってあげてって、で、いろいろと一緒に作業したっていう、なんかちょっといい話ですね、これ。はい。こちらも、ひょうたん、ひょうたんの記事。ひょうたんっていうのはしかしすごいですね。なんか一番驚いたのがでっかいのに軽い、それとやたらと入るんですよ、ひょうたんって。ちっちゃいやつでも平気で1リットルぐらい水が入って、びっくりする。